番犬馬行くぜ。一騎打ちだ。やっぱり九死の守り神だ。 S 級ヒーローと言われるだけはある。狩る直前の急な怪人どもの襲来、あいつのスピードとパワーのある戦いっぷりには驚いたが、それだけだ。狩られる番だ。うすい関西剣お手じゃねえ。 こいつ確かにスピードとパワーだけだ。だが想定をはるかに上回る化け物だ。まさか返り討ちに遭うとは。パワーもスピードも想定をはるかに上回るものだった。逃げ切れたのはラッキーだった。ただ四足戦闘スタイルに人間相手の武術じゃ相性も悪かった。楽しくてしょうがねえ。俺はもっともっと強くなれるんだ。